ジェズベとコーヒーカップジェズベはトルココーヒーを入れるために特別に設計されたコーヒーポート。日本語では英語名称からイブリックとも呼ばれる。ジェズベとコーヒーカップトルココーヒーとは水とコーヒーの粉を一緒に煮立て、上澄みを小さなカップに入れて飲むコーヒーの飲み方のことである。トルコ以外には中東や北、アフリカなどで好まれている。 1555年に初めてコーヒーがオスマン帝国のイスタンブールに持ち込まれ、16世紀に開店したカベカーネスは世界初のコーヒーハウスとも言われる。17世紀までには帝国内の宮廷などで飲まれるようになった。トルココーヒーは日本と同じようにアラビカ種の豆を用いるが細かい粉状に惹かれる。伝統的にジェズベは銅と柄は 真鍮や銅などの金属で作られており、場合によっては、金製や金製のジェズベも存在する。近年では、ステンレス鋼、アルミニウム、セラミックなどの素材でもジェズベが作られている。銅はとても効率的な熱伝導体であり、低温中温程度の熱しか必要としない。一般的な銅製ジェズベの厚さは1ト、mm、ルで、あるが、より厚ければ、熱の保持や、 耐久性に優れる。長い柄を有することで手が厚くならない。口をつける縁はコーヒー用に設計されている。開口部が広すぎるとトルココーヒー特有の泡がうまく形成されず、溶石が大きすぎると水の沸騰に支障をきたす恐れがある。ニューヨークマンハッタン区アッパーウエストサイドにあるスーパーゼイバーズでは約4ドルで プラスチック製の柄と金属製の銅を持つジェズベを購入することができる。トルココーヒーの飲み方トルココーヒーは一家のように飲まれる。コーヒーを飲み終わった後にはカップの底に残るコーヒー粉の形状から占うトルココーヒー占いが行われる。ジェズベに約6から8ムのコーヒー粉、角砂糖を1から2個、約60から1 0 0トルの水を入れてかき混ぜる。 ジェズベを火にかけて煮立たせ、泡を残した状態でカップに注ぎ入れる。コーヒーの粉がカップの底に沈むのを待ってから飲む。ジェズベという名称はアラビア語のからの借用語であり、それぞれ長い柄を持つ小さなコーヒーポットを意味する。トルコ以外の地域ではジェズブやジェズベイと綴られることもある。東スラブ語群のウクライナ語とロシア語ではゼと綴られる。 ボスニア語、セルビア語、モンテネグロ語、クロアチア語、スロベニア語、スロバキア語、チェコ語などの南スラブ語群では、長い柄付きのコーヒーポットがゲジアバと綴られる。日本語で呼ばれることがあるイブリックとはトルコ語で細い、水差しのことを指す。ありがとうございます。